ストライクウードキング、堀ちゃんみおです。高田です。よろしくお願いします。お願いします。はい、今回は近畿25の八手集会について話していこうかと思います。はい。まあ、今回ね、ジャック・ザ・リッパーが入ったことによって、結構八手安定性あるなっていう感じになりまして、個人的にまあ1日考えていろいろ試してみてある程度固まったので、まあ、紹介していこうかなと思います。まあ最初にもうツイッターとかでとか昨日のライブとかでね、いろいろみんなには多分伝えてあるとは思うんですけど、改めてね細かいところみたいなのを話していきたいなと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあ見ていきましょう。はい、まずなんですけどこちら、まあ、縦でね入っていくのがいいかなと思います、うんうん。まあ、なぜかというと直接ね入ることもできるんですけど右に抜けてしまうことがあるんですよね、ジャック・ザ・リッパー。はい、なので縦からしっかり、一回ブロックを反射してね、入門に当たりながら爆発でそのヒット数を稼ぎつつ、ハスの間に息をな動きをするといいかと思います。これ目印なんかあります？目印とか、まあ、結構曖昧なんですけど、ブロック一番右 の、 色が変わってる部分にちょっと重なるぐらい、うんうんうん、そんな感じで打っています。まあ、ここをなんか多少なんかずれても案外ここはしっかり入ってくれるんで、まあ、ある程度こんぐらいだなっていう感じで、そんな神経質にならなくても大丈夫、そんな神経質にならなくても入ると思います。あまりにも角度をつけすぎないとそのハスの間挟まんなくって左にちょっとね出ちゃう場合があるんで、まあ、このぐらいの角度はつけた方がいいかなと思います。はい、見ていきましょう。まあこんな感じでねしっかりハスの間挟まれて、まあ、ヒット数も出せたら OK と。まあ、大体ジャック・ザ・リッパーのね友情で上下はあるんですけど200近くは出せると思います。そして如意棒は縦感、はい、これ縦感してください。でブロックに乗ってる時、ちょっとブロックに乗ってる時あるんですよ。その 1P がその初手でね 2P に触れてしまう関係上このセカンドの位置がちょっとブロックに乗ってる時と乗ってない時があって、ブロックに乗ってる場合は下から打ち出してください。ゲージを切って如意棒のブロックと下の壁の間でカンカンさせる。そうすると絶対下にいられるのでスプリッツァーは倒さなくていいです。だから下にいることが大事。下にいることが大事です。はい、で今はねブロックに乗ってなかったんで、まあ、上から打ち出してスプリッツァー2回切って下に行ったみたいな感じで、スプリッツァーに触れないパターンもあるんですよ、うんうん、すごい左に行っちゃった時ね、その時も上から縦感で大丈夫です。ちょうど止まってくれた下に、うん、下ちょっと真ん中寄りになっちゃうけど、まあ、そこは 3P でずらすみたいなイメージしてます、はいはいはい、個人的には。はい、じゃあ見ていきましょう。まあ、今回はスプリッツァーを切ったパターンね。そう、このセカンドなんですけどだいぶこの動きが3パターンぐらいあるんで、そこはちょっとやってって感覚をつかむのは大事かもしれないですね。はい、じゃあ見ていきましょう。でこの3手目で、如意棒に触れながらねしっかりヒット数フリシーバーの関係上ヒット数を稼ぎながら入っとくは上に行きます。はい、今みたいな感じでね、スプリッツァーを3体切って右壁1回跳ねて上に行くみたいな感覚で、4手目なんですけどこちらフリシーバーを発動させながら、まあ、弱点位置によって微妙に角度を変えてます。おお、ちょっと難しそうになってきた。うん、意外とその奈落の下判定ないんですよ、ここ。なので、ここは壁一回左の触れて、ボスに当たらず右のブロック行って弱点を切って、もう一回戻ってくるって感じ。もう一回、そうすると真ん中に戻ってくるんですよ。あ、だから、この左壁当たって、そのブロックの方に行くときにボスに当たっちゃうと左に止まっちゃうんで。それが一番良くないです。なので確実に、左壁触れた後ブロックに行くまでの間ボス触れないでギリギリを通ってブロックの方に向かっていってください。まあ弱点ね、これ2種類あるんですけど、まあ、弱点が上の場合はまあちょっと本当にギリギリにして、なるほど、うん、まあここも慣れだとは思いますけどね、そこまで難しいショットではないです。渾身は入れていいんだよ。渾身は 100% 入れてください、
じゃないと足りないです。でプリシーパーなくてもこれジャクザリッパーが強くて最悪発動しなくても削ること全然あります、うん、プリシーパーはあくまでこれ保険ね、まあ、あくまで成功率を上げるためにって、ね、上げるためにプリシーパーを使っております。まあ次の、ね、ステージでも使えるしね、うん、はい流していきましょう。はい、なんでこれはプリシーパー打ちながら左壁ボスに触れずブロックで戻ってくる、これで確実に戻ってくるんで真ん中に、はい、このムーブを叩き込んでください。はい、もうここまで来たらもうめちゃくちゃ簡単です。はい、あとはここ如意棒に当たります。でこのジャクザリッパーの SS の使用上、当たったキャラに当たるとそのキャラから一番遠いのにまず飛びます、うんうん、まあこれだったら背徳に飛ぶね次、そしてその次に近いやつに飛ぶ、なのでまあ如意棒当たって背徳当たってルールに当たるっていう感じになるんで、これでチャージができます。ここでチャージします。はい、見ていきましょう。これがまあ如意棒を下に置いておいた理由で、背徳を上に置いておいた理由、エルマルーを、真ん中に置いておいた理由。ここに全て配置がとにかく大事なんだね。大事です。はい、ってな感じでプリシーパーも込みでこれで倒せます。でこの時さ、この動く SS ジャック・ザ・リッパーのいろいろとずらしてくれるのがすごいありがたいんだよね。逆にいいんだ。逆にいい、これで端に寄せたことによってエルマールーもその SS 打ちやすくなるし、真ん中にいるとね結構角度ないんだよね。ああそうかもね。うん、なのでここでずらしてくれるのすごくありがたいんですよ。で如意棒もね大体この左下のどっかにいるのよ。で次のステージ下にその聖騎士がいるんで、それの処理にめちゃくちゃ役立ってくれる。はい、もう完璧な位置になるんですよねこれ大体。はい、こうなっております。まあ、こうなってしまえば如意棒はまあワンパンで倒せるようになっているので一筆書きで倒してください。まあ、ここはもう目印とか何もないです、もうずれちゃってるんでね。はい、そして最上に置いといた背徳をもうこれは横貫するだけ、上に置いといたんだね、ちょうどいい。でここで SS を使います。まあ速度の関係上ね。はい、で上を処理して防御ダウン、そしてエルコニもこれでしっかりターンチャージをしたので溜まっているので、あとは壁4フレ、これ3フレでもいきます、壁3面でもいくと。はい、こんな感じで8手という感じになっております。最後はエルコニ打つときはねだいぶ感覚になるとは思うんですけど、これはやっていけば精度は上がっていくんじゃないかなと思います。はい、でまあ気になる身の話もしていきましょう。自分がやってる身なんですけど、まず、まあ、ジャクザリッパーね、まあ、核ですよ、この編成の、まあ、即殺平明遊撃っております。まあ、友情での仕事量、そして即殺、まあ、これは必須かなと思います。でこいつ過激でなんか殴りの部分での貢献度はそこまで高くなかったんで、今回の立ち回りだと、なのでその平明を指してるっていう感じですね。で申しはこんな感じになっております。まあ、だるいんでゲージ必中と、まあ、大事なのはそうですね、タイヤミ、タイヤミ対弱、結局あの聖騎士を1点目とかで、ね、倒せないとだるいんで、まあ紋章は入れたいなって感じですね。しっかり入れたいですね。はい、まあ、腹痛は必須はね最悪なくてもいいんだけど、ナユタ戦で一応遅延してくるんで、まあもともとついてたんで、ね、そのままっていう感じです。最後腹痛の必殺もなくていいとは思います、十分強いです。はい、そして如意棒なんですけど激手3種いっております。そして超パワーね、超パワー行きたいかな、下にしっかり止まりたいんで、はい、これでまあルールのその火力底上げだね、激手を3種入れることによってここで賄っております。はい、そして背徳、こちら SS100% 打ちたいのでこちらの、ね、8ターンのやつなので速殺をいっております。で線形仮名劇と線形仮劇なんですけど、こちらはエルコニの火力を底上げするため、こういう方なんですよね。なのでそこの面で相性バッチリっていうことで、背徳には線形仮名劇、線形仮劇を言っております。で紋章に関してはそのタイヤ見つけてます。ゲージ必中タイヤ見耐弱、これをつけております。これは必要なんでしょうか。
そうですね、体弱はいらないかも。かいらない、うん、内田戦だけだね。じゃあ結構やっぱ一徳に越したことはないって感じ。そうね、一徳に越したことはない、まあ、だけど最悪行かなくても。なるほど、うん、これで最悪行かなくてもなんとかなる。個人的にゲージ必中はつけたいなっていう意味で、ね、つけてる部分の方が多いですね。こいつは火力というよりは、うん、まあ、しっかりミサイル持ってあげれば紋章はそこまでかもしれませんね。はい、そしてエルコニです。エルコニなんですけど、速殺マスと、まあ、遊撃もつけたいですね。友情結構削っていくポジションあるんで。で、同族過激は SS の火力アップのために入れています。で、紋章非常に大事です。あの精神力つけてください、うん、気絶無効。ステージ2のスプリッツァーが気絶させてきちゃうとエルコニに当たらなきゃいけない、配置がずれてしまうんですよね。そうなると、なので 100% 動けるために気絶無効はつけといてください。一回ライブでやって気絶しちゃって動けないみたいなことがあったんで、これはマストかなと思います。で、もちろん SS の火力を上げるためにタイヤに耐弱、こちらもつけたい。結構ね、ワンパンラインで、ね、その壁のフレ数を減らしたいんで、できるだけやっぱたくさん触れなきゃワンパンできないってなると大変じゃないですか。なので火力アップのためにここら辺の紋章は入れたいなとは思います。まあもちろんね、中ボスの突破とかに友情にも乗ってくるんでね、エルコニにはしっかり身を置いてください。まあ精神力、これかな、一番大事。はい、プリシーパーなんか最悪なくてもいいかもしれないけど、安定感マシマシになるんで、できればプリシーバーレベル10持っていきたいかなっていう感じが個人的にはしてます。最悪なくてもいける。プリシーバー発動しなかったけどなんか抜けられたわっていう場面はだいぶ存在するんだけど、よりその確実性を上げるためにプリシーバーを連れてってしっかり1つ稼いで、その中ボス1で打ってます。まあね、成功率が 1% でも 2% でも上がったらね、やった方がいいだろう。いや全然変わると思うんでね、一応硬いんでね、あそこ、うん、はい。まあ、代用の話なんですけど、まあ、まず2手目、如意棒のところですね、まあ、ここの必須条件が爆発持ってる。6手目で聖騎士をやる火力がある、殴り火力、あとはスピード感で、2手目打つときに縦感とかで下に止まれる、この3つ、その辺がクリアできれば代用効くと。代用効きますね、まあ、だいぶ少ないです、まあ、紋章入れちゃえばね、だいぶライン上がるんで変わるとは思うんですけどね、はい。まあ、例えばね、紋章なしだったら、まあ、コーディリア&リアとかね、この辺も、殴り火力もいいですし、爆発持ってるっていう意味で一応こいつで代用もできます。まあ次3手目の代用、まあ候補になり得るやつが、まあ、3手目の方がちょっと多いですね、候補が。で、ここ大事なのは横勘でまずスプリッツァを倒せる、でダメをブロックに対応できる。まあ、さっき出たんですけど、アユタヤね。アユタヤは、まあ、しっかりオールアンチ、まあ、SS 短縮もね、込みでね、入れられると、対応できるんじゃないかなと思います。まあ、超バランスか、紋章は行きたいなっていう感じですね。スピッツァーを簡単に倒すために。あとは、ボーバルソードね、結構いいですね。なぜかというと、同じ聖騎士なんですよ、エルコニと。エルコニに、その、過激を持ってないっていう方は、まあ、ボーバルで身を持ってあげるっていうのはありですね。でなおかつこいつヒット数も稼げて、背徳とスピード感も似てるのがいいですね。これツイッターで教えてもらったんですけど、すごくボーパルソードも良かったです。ただ背徳と比べると、そのナユタ戦地雷を持っていないので、そこがどうかっていう感じですね。まあそこのとこで差し引きで背徳を個人的には使っている。でもボーパルソードも全然ありかなとは思います。はい、なのでまあ3手目の代用は、まあ1番はまあ背徳、個人的にはその次にボーパル、アユタヤで、まあ他のダメをブロックのキャラが続くかな、その下にはっていう感じで、結構3手目に関しては咲かせばいます。はい、ってことで25の極ちょっとね、まあ1日かけてやってきたわけなんですけど、楽しいっす。ちょっとジャック・ザ・リッパーで埋まったかなって感じありますね。いろいろと足りてないところが、かなり安定感増した。でじゃあ25周回もかなりできるようになりましたかね。ああ、俺はかなり希望を見た。まあ、正直、まあ、別にハッテとかを組まなくてもいいんですけどね。普通にジャック・ザ・リッパー複数積んでやってもまあある程度速度速いんですけどね。まあ、よりなんか手数か組むのも楽しいっていう人はね、お試しあれ。本当にこいつ1枠いるだけでね、いろいろ立ち回りを変えてくれるんで、いいキャラだなって今回やってみて思いました。
ということで今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。